スペースのグリッドラインとログスペースの補完について紹介したいと思います。まあ、グリッドラインに関しては、SNS をグリッドで検索すると、ループが作ってくれたやつで、みんなで、共有されとる、こういうのが出てきますので、これさえ見つければ、あと自分で作ったやつ適当に足していってことにすれば、で、ログスケールのグリッドもできますと。で、そうするとどうなるかというと、ログスペースのグリッドは、どこからどこまでで0と書けば、ログスペースという感じで、ここにマイナスと書くと、メイングリッドだけとかに変えることもできると思います。それで、ここでは、X の2乗の絶対値を取ったという、そういう関数を、ログで書いてみたのはこれです。ログログなんて、こういうふうになって、1桁があると2桁があるので、2乗であることがわかるかと思います。もしこのやつがログスペースを使ってもうまく書けない場合には、このレンジは生きとるので、これを使うと、全部書きます。で、次に、同じなんだけども、この全部あるんじゃなしに、たったの3個しかデータがないという場合にはどうなるかなと思いますけども、さっきの作戦で、ベクトル化を使って、これとこれとこれの先の関数を計算してやると。で、そうすると、ここの星の点3つだけがデータとして与えられたことになります。で、与えられたので、それぞれログを取ってやったものを新しい X 座標と Y 座標として、このベクトル化が入れていたのに注意ということで、できたと。で、できたんで、補完する X の値と L インター P で、ログを取った X と Y に対して、ログ状態の線形補完を取ってやって、ということ、やっぱりこれは、イコール評価でのベクトル化はできなくなってしまったので、作戦としては2つあって、1つは、ちゃんとベクトルを自分でプログラミングで作るという作戦です。そうすると、こっちの赤い点々で表しているように、0.1刻みで、ちゃんと補完ができておると。ただし、もちろん、ログ状態の値なんで、10のログ状態の Y、10のログ状態の X というふうにしてやらないともちろんダメですが、これで、ログスケールのデータに対しての線形補完が、線形というと本当は間違いで、ログスケール上で直線となる補完ができたということになります。で、もう一個だけちょっと分かったのが、万が一こいつをやらなかったら、エラーとなってダメなんですけども、ここでイコールとやっても、そもそもダメなんですが、ここで、これが、ベクトルに、イコールで、ベクトルと見えとるときに、L、シンボリック評価してやると、ちゃんと計算してくれるんで、うまく書けるかもしれませんが、なんかちょっとうまく言っとらんので、やっぱし、ここで一応見えとるだけで、さらにこれをイコールとしないかんのかもしれません。ちょっとめちゃめちゃ面倒です。ここでさらにイコールとしてやると、できたので、それでもダメです。まだまだ、それでは、いかんみたいですので、結局は、自分でベクトル化して、
俯瞰したっていうのが一番単純で確かな方法みたいです。はい、以上です。